人気を背負った中段南関勢5番渡辺が4番手ですが外からかせでくる9番の山下山下は中段並走ではなく後ろ攻めから前に持ってくる流れです藤田と山下が絡んでいますジャンマエロ2コーナー 9番の山下と3番の藤田で前多少の踏み合いから、あとは5番の渡辺も進撃開始です。ジャンスギの3コーナーから2センターで5番の渡辺果敢に飛び出して川崎宮倉が追っていく南関勢主導権取り3番の藤田は突っ張り含みで、中段の4番手が手に入って、9番の山下は後方7番手で置かれています。一列棒状最終周回です。地元戦風を切って思い切って107回生5番の渡辺先行勝負です。1番の川崎前をかばって、後ろに備える。9番の山下が2。コーナー7番手から発進します。あとは中段から関東勢が3。 した9番やましたがそれぞれまクりを狙ってきましたが3番で外前ですいいスピードで先行5番の渡辺気迫十分渡辺逃げて川崎リバートで第4コーナーから直線コース難関勢踏ん張って渡辺の踏み直し川崎迫ってゴールイン難関勢両者ですが地元5番渡辺勝博逃げ切り勝ち 動いてくる後ろ攻めだった関東勢5番土屋がじわっと前に近づきながら残り2周一旦水谷の外に止まった5番の土屋です上位人気の関東勢3人プラス3番菅原がそこに乗り換えそうな雰囲気。 蓋をされて中部近畿は現在中段の内め前段熊本勢ですがその田中をたたいて5番の土屋ジャンで前に踊り出ました関東3人プラス3番の菅原で1番水谷は中段外目からかわしの勝負だ熊本,勢熊本勢5手踏んで8、9番手ですジャンの4コーナーからホームにかけて得意のかわし1番水谷に飛び出して9番佐野がついていって2番手ですばらけている前段ですが4番、三岡までできりました関東勢4番手から6番手で中段3番菅原は後方7番手です熊本両者8 8番番田中が2コーナーナ手からまくっ がスピード1行きかバックから3コーナー逃げて飛ばすは近畿チューブ水谷が先行余力はどうか5番土屋が3コーナー4番でからまくっていきますがおと2番車4番車3番車6番車内目で落車です直線コースは踏ん張った近畿勢水谷と佐さあとは7番正木慎太郎 番過ぎて800を切りまして3番、吉本から動いてきます2番、松山は中国勢を出しつつすぐ後ろ様子見東北勢、南関勢対応はどうか。 2コーナー前後は今度は2番松山が前に行きますが逃げる形ではありませんそれを見越して4番の大関かなりダッシュして加速して前叩きます難関勢前段で切って600を通過2番松山、洸位の3番手3番吉本はちょっと後ろ6番手東北両者は出遅れ8番手9番手の形となっています4コーナーカーブ最終ホームッシュ4番の大関風を切ります地元勢ここも好展開丸山圭一2番手の形です2番松山は3番手でまくり勝負3番吉本はまだまだ6番手キープ6番 相笠は8番手の状態が続いています1列棒上バックストレッチ3番手から2番松山先まくりを狙った1番丸山牽制を狙ってくる中部近畿勢のまくり3番吉本まだまだ動かずの6番手の状態です丸山がいい仕事を見せている第4コーナーから直線コース先行から踏ん張った4番大関が粘っています坂上突っ込んでゴールあとは2,3着争い接戦7番橘3番の吉本4番の大関この3人は2,3着争い 残り800通過で7番長尾赤番で前に出まして5番の山本は合わせながら今度は緩めて中段どころ2番の小川スイッチしての7番手山口のマーク4番の井上短期で最高方まで下がりきりました前7番の長尾が前に立つ構えで流していって5番山本は中段の4番手です人気上位は中段の東日本結束人気薄の九州勢は78番手4番井上最高方です ジャンの四コーナーからホームにかけて、向かい風、ものともせず、百三回生、七番長尾先行宣言で飛ばします。中ュ勢ですが、追いつく勢、五番の山本、一コーナー、四番でからまくってれます。まく出てる難関勢、中ュ勢も踏ん張っています。小川も七番手からまくって出ました。現在、中段の後ろ側、山本の幕に三番福田が離れています。二番手、一番の吉村、牽制しました。山本の幕には厳しくなって難関勢。難しい流れ、小川、九州勢、中段からもうつい第四コーナーが直線コース。先行から踏ん張って、七番長尾、吉村迫って、ゴールイン。岐阜両者争い、一番吉村。 7番長尾3分線の形7番佐川が赤番杉ぎの1コーナー前に接近ですが3番の畑蘭が無風となるかどうか志村、荻原は中段かそれとも番手になってのもつれか。 志村と荻原が少しもつれています佐川マイペースの効果残りは1周半旗段の打ち目で志村と荻原もこれは好意狙いです 関東勢ちょっと連結外れています東北勢現在中段の好位の内目そして志村が下げています荻原が番手切り込み3番の肌蘭に競っていきまして最終周回へ7番の佐川が逃げます踏み出し勝負は3番の肌ン取り切って単独2番手です荻原は立て直して3番手ですが4番時絡んでくる東北勢荻原小橋が現在は34番で取り切っています時と志村が中段どころ6番佐々木は後方7番手山下小島が行っています一列棒状になりました7番の佐川番手は3番の肌蘭近畿の2人2番の荻原は3番手勝負になりそうです直線 前で踏ん張ったキンキコビワンツーか7番佐川が粘っていますタラン迫ってゴール前勝負3番のタラン7番の佐川両者の争い。 先頭は3番の増原率いる中国勢前段九州勢は中段9番、坂本4番でキープ残り2周通過じわっと上がってくる7番です、ともえ上位人気の九州勢、坂本は立ち回りがポイント赤番杉ぎにコーナー7番、ともえが前に来まして、 その南関勢の後ろ中段どころ9番の坂本と3番の増原やはり中国勢と九州勢は中段絡んできますが増原が必要に内めから攻めてくる9番坂本、一旦7番手まで引きましてジャンの4コーナーから最終ホーム南関勢、7番ともえ逃げの勝負です飯尾が2番手です切り込んで3番手の勝負は3番の増原伊藤拓斗と並走中です3番手もつれて中国勢増原が切り抜けることができるかどうかあとは9番坂本7番手バックからまくりを放っています強 まくり決まりにくいコンディションですけれども九州勢、9番坂本まくって中段前は友枝が抜けてバンティは2番の飯を、5番の藤田が自力勝負にチェンジして上がってきます南関勢が岡山勢から第4ーラから直線コース伸びてくる2番のいいよ迫を飯尾、2番の飯を5番の藤田,いいのいいの藤田両者の争い。 3番佐藤が動き始めて中段外側へ800を切りますこれから打招周回へ7番の佐々木はお蓋をされまして中段のインコースです四国勢期待を集める立場対抗人気の3番佐藤が四国勢に一旦蓋をして前に近づく流れ2番猪の又は下げてきそうです3分線ジャンマイバックストレッチ佐藤がまず切ってきまして 7番の佐々木、ジャンは中段外めの状態で聞いています2番猪俣は中段のうち四国勢7番の佐々木展開対応がどうなのか4コーナー曲がって3番佐藤が懸命で先行策になりましたダッシュして上がってくる7番の佐々木釜しの勝負で12コーナーです佐藤と佐々木が踏み合って勝負のポイント7番の佐々木飛び出した高い位置は離れてしまった愛媛勢空中分解短期でかました7番の佐々木先頭佐藤がハマって2番手です追走、荒沢と西村で東の3人2番手から4番手猪俣現在5番手切り抜きましたが12番手 4写真の差です広がっていきました、7番の佐々木、今節の注目株直線コース、7番、佐々木堂々逃げ切ってゴールイン、あとは2着争い、9番の荒澤か2番の猪俣か西日本勢、田中が先頭、北日本勢、9番、新山が中段4番手でした。 7番手から5番の伊藤慎ンブロック上げて中段外側へ近畿中部と北日本中段以降で並ぶ流れ2コーナーからバックに入ります追い風流れるバックストレッチ前は2番田中が誘導員を追いながらイン待ち状況田中の切り込みの可能性までありますがジャンスギ3コーナー5番の伊藤慎中段外側並走で9番新山閉じ込められて中段の内めですジャンの4コーナーアクションを起こす5番の伊藤慎先行含み2番田中飛びつき狙いか合わせて踏んできます 伊藤新が軽やかにかまして最終周回2番の田中3番山口富美を狙ってきまして2番手並びます北日本勢現在7番手から9番手で後方展開伊藤新マークは3番山口富美をしっかり取り切って田中は現在3番手2コーナー7番手から幕田9番の新座中段外までが関根山前は5番の伊藤新3番山口富美が2番手回りあとは3番手以下は混戦気味田中は踏ん張って第4コーナーから直線コース伊藤新が粘っています山口富美かわしてゴールにタイトルホルダー3番山口富美の差し切り勝ち さあ800を切りまして100回生2人並んできましたが同期の星名を抑えながら4番、窓場がじわっと前接近あとは107回生地元の若武者5番、柳田発進体勢整えて2コーナーからバックストレッチ攻め上げる難関勢柳田和樹が新田を従えての先行か4番、窓場展開注文をつけるも現在近畿勢は中段8番、星名は後方7番手を追いやられています関東2人は8番手9番手1列棒状ミドルスピード5番、柳田落ち着いての先行勝負になりました風を切る形は107回生5番、柳田で最終 難関勢前キープ、近畿勢は中段8番星名は後方七番手まだまだ後ろの展開です、8番星名、一列棒上続いています、2コーナーからバックへ5番柳田が再度踏み込んでスパート1番新田が後ろに備えています、近畿勢中段8番星名、まくり上げるも5番手、外側まであとは2番村田が中段のインコースをのぞいていきますが前段踏ん張った難関勢柳田と新田、前段の体勢、から直線コースに向きました柳田が踏み直して粘った、新田、かわしたがゴールイン1番新田、5番柳田、あとは9番荻野が続いたか。 1>, 1番鳥取1番小松崎それぞれが踏んで前に来ました近畿勢現在様子見広報外目広報インコースに難関勢ですが小松崎前に立って流していって8番鳥取が強引な発進桑原がついていけない6番野原が現在は鳥取のバ番手にはまりながらで金を迎えます小松崎現在は3番手小松崎3番手で7番桑原3番村上アウト並走難関両者は89番手です8番鳥取短期逃げそして追い上げ狙って7番桑原が6番野原と並走中小松崎と村上現在は中断並んでいますが 残り切った2番手から6の野原、あとは8番手から2番和田まくるのまくり返しです、難関勢の展開か、2番の和田まくるがまくりを決めてきそうで3コーナー、合わせる6番の野原、近畿勢に対してつかめに行った難関勢、和田まくる渾身のまくり、乗って4番の萩原、難関両者、切り替えて村上、現在3番手で第4コーナーから直線コース、和田まくるが粘る、萩原かわして、ゴールイン4番の萩原孝幸の差し切り勝ち、あとは2着争い、2番の和田か3番、村上か。 ままず8番渡辺が出てきます地元2人で切って赤番通過9番、吉田は3番手3番、松岡後方を嫌って追い上げて中段外目そして7番、原田は一旦下げて8番手で我慢の展開、徳島勢関東勢と九州勢は3番手中段並走となって残り1周半です600を通過。 8番の渡辺優太前向きな走り先行勝負かいや7番の原田が鎌しを狙って外から進軍開始ですこう出しらがる徳島勢原田そして4番の堤徳島勢で切ってあとは8番の渡辺展開待って1番の岡村仕事を見せて松岡をどかしにいった関東勢現在5手踏んで7、8番で8番手の内から2番の平原自力まくりに切り替えて上がってきます前は原田と堤徳島勢3番松岡好意を覚を鋭くまくり返す2番の平原後ろは現在追っていけない状態となりましたが吉田が猛追ですまくり切った平原が全難片付けで一まくり 第4コーナー直線コース2番手コンセン平原解消でゴールイ2着争いは4番の包み7番の原田か4つのライン動き合いがあって800を通過です今最高田とこし優作前並びますそして 関東勢中段打ち目のところで潜む状況、南関勢は後方、外。 浅井は好位が取れればというところですが危うしならば混戦気配さあ難関勢仕掛けますジャンの3コーナー7番山中が飛び出して3番古障は切り込みか渡辺春人もここは譲れない番手の戦いですがあとは6番鈴木は6番手3番古障ホームで内をすくって逃げていく鈴木もかます1番の浅井は後方8番手になりましたかますのは関東勢鈴木ができて4番の神山あとは3番古障は好位の3番手8番手の位置から1番の浅井がまくって走ります。難関勢厳しい流れ鋭くまくり返す1番の浅3 1て番手から2番手接近する逃げる鈴木番手4番の神山察知してくるも1番の浅井がこらえてくる関東勢か中部勢か第4コーナーから直線コース6番鈴木の逃げになって4番の神山浅井が最後捉らえてゴールこれがグランプリ覇者の意地浅井コーダとらえています